おはようございます、コパールです。今日は、コメントでキャンドゥに新しい新作のスクイーズが出ましたよっていうコメントがあったので、ちょっと見に行きたいと思います。今日は短めでサクッと行きたいと思います。じゃあキャンドゥ行ってきます。キャンドゥ到着。この前行ったキャンドゥと同じだけど、まあここしかないんで行ってきます。まあどんな新作か楽しみだけど、まあ売ってるかどうかも分かんないけどね。まあちょっと行ってみます。1000円チャレンジ。絶対取れねえ。はい、キャンドゥ、キャンドゥ、キャンドゥ行ってきました。棚とかに並んでなくて、なんかレジの後ろに置いてありましたね。よかったら見つけて。新作、はい、このパン、ふんわりベーカリーってやつとクロワッサン。とりあえずキャンドゥではこの2つ。食パンがあるらしいんだけど、食パンはなんかメーカーの方で欠品らしいっすよ。だからもしキャンドゥ行って食パン見つけたら即買った方がいいですね。次回の入荷がいつになるか分かんないって、ちょっと残念だね。食パン買えばなんかコンプリートっぽかった。なんかこの2種類で全部ですかって聞いたら、メーカーで欠品なんですって言ってたんで、結構人気、やっぱり人気なんだなと思いました。結構作りがいいんで、後でまた帰って開封しますけど、まあ開封をお楽しみに。あとなんか近くのすんげーちっちゃいゲームセンターでミニスクイーズ1000円チャレンジやったんですけど、結果パンにケチャップ塗ったパンで、これパンにクリーム塗ったパン、あとなんかこれパン、次これまた同じのなんかもみじまんじゅう的なパンで、これ得意のクロワッサン、最後急になんか硬いカチカチのソフビの謎のキャラクターね。なんでこいつが紛れ込んでたのかちょっと謎。ソフビの謎のキャラクターはないとして、1000円チャレンジで1、2、スクイーズ5個だ。1個200円、1個200円か。まあこんな感じでスクイーズゲット。じゃあ帰って開けてみよう。行ってみます。